今日で東日本大震災から、10年になります。10年という節目の年で、僕らがサッカー選手として、スポーツの力で、皆さんの力になれるようにまずピッチで、頑張っていきたいと思ってます。さらに、ここ静岡、東海地域では、今後、大きな地震が来ると予想されています。その中で僕らアスルクラロが、社連活動として全力防災隊という活動を行っています。いつ大きな地震が起きるかわからない状況の中で、しっかり、心の準備と、しっかり知識と、備えをしていくことが、非常に大事になってくると思いますので、引き続き、僕ら、アスルクラロよろしくお願いします。